おそらく世界で一番にぎわっている自動車ディーラーに、モスクワの中心地から少し離れたところにあるディーラーに来ましたけども、聞きしに勝るというかですね、本当に車が売れに売れているディーラーで、1年間に、このディーラーだけで6000台の、三菱車を売っているそうです。ここのディーラーはですね、おそらくモスクワ、ロシアでも非常に有力なインポートディーラーなわけですけども、全部で10のブランドを持って24のショールームで頑張っているディーラー、日本でいうと柳瀬みたいなもんですね。 GM もあればメルセデスもあればサーブもオペルもいろんなものを扱ってた時代がありますね。でそこの一つのお店に来ましたけども、これよりいろんな形でここでテストドライブをしたり、お客さんが来て乗って買うことができるんですけども、中のに入ると驚いたのはですね、非常にこのディーラーが機能的にできてまして、流れ作業のようにここで車を見て、ここで決めて、ここで保険の手続きをして、ここで支払いをしてっていうのが、各コーナーがずっと流れ作業的に分かれてます。というのはそういうふうに効率よくしないと、今本当にたくさんのお客さんが来てるわけですから、この1ディーラーだけで年間6000台ということは、365で割っても1日何台売れるのかみたいな感じですね。1日軽く数十台の車が売れていくわけです。ですからその買った後のその書類の処理が非常に大変なので、まさにちょうど病院のようなですね、システマティック、ここが外来の受付、ここで診察して、ここに診察券出して、ここで薬もらって帰るみたいな、そんな形です。面白いのはですね、キャッシュで買う人が 67%、クレジットカード、ローンで買う人が 33%、 そのためにこのディーラーの中になんとキャッシュディスペンサーがあります。そこでカードを入れて、現金で250万か300万円ぐらいのルーブルを引き出して、ここでキャッシュでドンと払うそうです。そういうお客さんが3人に2人は現金で買う、しかし値引きは一切しないそうです。その理由はもう車が足りなくて足りなくてしょうがないよ。この僕の今のコメントを聞いた日本のディーラーの社長さん、こんなに羨ましいディーラーが世界にあるんですね。もう日本で久しく見ないスパークタイヤ、やっぱり事故が追突事故だと思うんだけど、かなり事故った車が来るみたいですね。もともと日本車は、最近ヒュンダイもそうだけど品質がいいから、そうそう壊れないと思うので、ディーラーの中に入ってくる車は、ちょっとぶつかって入ってきた車が多いかもしれませんね。